後半はですね、いよいよ、後ろにも書いてるように、国際金融論、ここに入っていきます。要するにこっから、経済言論でいうところのマクロ経済学の分野に入っていきます。いいですか。でマクロになりますので一国全体で考えます。そうするとですね、ちょっと注意してほしい点があるんです。それは何かというと貿易論、ね、国際貿易論の世界では、貿易収支っていうのはね、均衡状態では、均衡状態においては貿易赤字とか貿易黒字っていうのはなくて、とにかく貿易収支は均衡、つまりゼロの世界なんですが、このマクロ分野ではどうなのかっていうと、いわゆるその均衡状態っていうのはここに出てきますが、この国際収支、これが均衡するということなんですね。で国際収支が均衡するっていうことと、貿易収支が均衡するっていうのは同義ではありません。いいですか。つまり、例えば貿易収支が赤字であっても国際収支が均衡するっていうことは普通にあります。よろしいですか。なので、注意してほしいんです。ミクロの世界、つまり貿易論の世界では常に均衡状態では貿易黒字とか貿易赤字という概念は長期的にはなかった。なんだけれども この国際金融論の世界ではどうなのか。長期においては国際収支が均衡、つまりゼロになるのであって、貿易収支については赤字である可能性もあるし黒字である可能性もあります。当然ね。いいですか。その違い頭の中に入れておいてほしいんです。じゃないと混乱します。いいですか。でじゃあその国際収支なんですけれども、どういうものなのかと言いますと、こちらに書いてあるように、国際収支とは、その国の居住者と非居住者との間で一定期間内にわたって行われるあらゆる経済取引、あらゆる、だから貿易論の世界では財だよね、財とかサービスのやり取りだったんですが、ここではどうなのかっていうと、実はやり取りされるものっていうのは財やサービスだけじゃない。これお金ですよ。国と国とで使ってる通貨違うわけですよ、ね、ですから通貨のやり取りっていうのも出てきます。よろしいですか。そういったものも体系的に記録したもので、それで長期的には、はい、均衡ゼロになりますよと。ここ大事なポイントね。よろしいですか。でじゃあその国際収支ってのは、どういうふうにして表されるのか。これね、まあ一般的な公務員試験ではこういうふうにまだ書かれていることが多いと思います。あとでね、ちょっと実は日本の国の今の国際収支の、定義式のお話をしていきます。なんですが公務員試験としてはこちらの資格で、十分です。それは国際収支イコール経常収支プラス資本収支プラス外貨準備の増減プラス誤差脱漏ね、このような形になってます。でちなみに計算問題でよく出てくる場合、なんかマクロ経済モデルが出てきて、その時の国際収支っていうのはどういうふうに表すかっていう と、一般的にはこの2つについてはないものとして考えます。ここはプラマイゼロの世界で、ですからそうすると国際収支っていうのは経常収支と資本収支の合計だけ、ね、このように考えます。でさらに言うならば、もっと極端なケースでいくと資本収支についても考えなくて経常収支、ね、イコール国際収支というふうに見なす問題も、計算問題で登場します。よろしいですか。大丈夫でしょうか。だからまずこのね、資格の中の部分で押さえておいてほしい。ただ理論上は特に重要されるのはこことここ、経常収支と資本収支、その和がゼロになる。だから例えば経常収支がプラスで資本収支が赤字、こういうことは普通に起こります。なんですが長期においては国際収支は絶対ゼロになるよ、このように理解してほしいです。さあそうするとじゃあそれぞれの収支っていうか項目についての意味をちょっと見ていこう。はい、経常収支とは国際的なモネやサービスの取引、何が出てくるかっていうと、はい、貿易サービス収支、はい、貿易論ではここだけ扱ってきましたね。国際貿易論、ではここのみ対象、ね、4回目の前半までお話ししてきた世界ではここだけだったよ、ね、
でそれに対して、所得収支、はい、こちらはというと、出稼ぎ労働者の所得や投資収益の収支、投資収益の収支、例えばかあの日本企業が海外に進出しますよね、工場を作るとかして、でそこの、作った工場がビジネスをして利潤を得ますよね。そうするとこれは投資収支、収益プラスになります、収益になりますから、よろしいですか。こういったものの合計、いいですか。で、国際経済学としてはこれでいいんですが、ここはね、せっかくなので経済事情にも使われる知識を使いましょう。はい、所得収支は実はこうやってまたさらに2つに分けられます。第1次所得収支と第2次所得収支。第1次所得収支って何っていうと、直接投資の収益、投資、証券投資の収益、その他の投資収益。だから例えば、日本企業の海外進出で、その海外のその現地法人とかが稼いだ金で、本国のお金を戻すよね。これはそこでプラスが出たら第1次所得収支のプラスというふうに見なします。そして第2次所得収支、これは官民の無償資金協力とか寄付とか贈与、あとは居住者と非居住者との間の対価を伴わない資産の提供にかかる、収支状況を表します。あとはね、額はそれほど大きくない、経常移転収支、これは経済援助とか国際機関の拠出金、IMF とかの出資金ね、拠出金、これここに入ってきます。でこのような形で経常収支で出てくるんですが、まあ貿易論ではやっぱ特にね重要視されているのはこの貿易サービス収支。ただし経済事情になってくると、今の日本ここなんだよ、大事なのは所得収支。どうしてっていうとね、皆さん方もご存知かと思いますが、2011年に東日本大震災が起きました。それ以降実は我が国はガラッと経済構造が変わってきてます。それは何かっていうと、貿易に関しては赤字傾向がずっと続いてます、震災以降。一方でただ経常収支で見ると日本はまだプラスです。貿易収支がすごい大幅な赤字なんですよ。理由は、一番大きな理由は何かっていうと、震災でもって原発止まっちゃいましたよね。でそうすると今の日本の電力って基本火力ですよね。でそうすると LNG ガスだとかそういったものを大量に輸入する必要が出てきている。なので、輸入超過はずっと続いています。でも経常収支は黒字であるということは、どこで日本は今稼いでるの？所得収支なんですよ。所得収支の中でこの第一次所得収支、ここのウェイトが非常に高い。でこれについてはテキストの同じページの下の方ね、ちょっと見ていきましょうか。はい、ここ見て、現在日本経済2011年以降、経常収支の黒字幅が急速に縮小している。それはね、貿易サービス収支の大幅な赤字が原因であるということで、さあこちらちょっと見てもらおうか。大丈夫ですか。これね、実は経済財政白書ね、まあ平成26年版のものを使ってますが、まあそれでも傾向は読めます。そうすると見ての通りね、これどうなってるかというと、経常収支よく見て、ずっと来て2013、もう震災以降でね、まあリーマンショックでもストーンと落ちてるけれども、やっぱりこの2010年以降、ここをピークにその後ストーンと落ちてるじゃないですかね。ここ大幅に落ちてきてる。じゃあ何が原因っていうと、見てほしいのは、よく見て、これずーっと2010年までは貿易収支黒字なんですよ。ね、おそらく皆さん方が高校の時ぐらいまで習ってきた日本の経済構造って、加工貿易型、つまり海外から原材料輸入して製品にして輸出する、このパターンだったと思うんですよ。それで金稼ぐ。そのパターンが崩れてますよ、ほら。もう震災以降、大幅な赤字。ね。これが続いてる。で、じゃあ代わりに何で稼いでんのっていうと、実はもうずっと前から結構大きかったんですが、この第一次所得収支です。
これが大きくなって、つまり何が言いたいかっていうと、海外にで活躍して活動している日本企業ね、そこが生み出した富、それを日本に戻します。これで稼いだお金が圧倒的に大きくなっているよという話なんです。よろしいですか、ね、であとね、サービス収支はね、確かに今外国人観光客いっぱい来てると いう傾向になってますが、それでもサービス収支全体としては赤字基調はやっぱり続いてます。いいですか、まあ、赤字はだいぶ縮小はしてきてるんですけれどもね、外国人観光客いっぱい来てくれてるんで、よろしいでしょうか。これが今この国の現状。いい。で、なんですが、これは経済事情のために必要な知識であって、あるいは二次試験でも必要かもね、こういうのね。原因どこにあるのっていう話を知るために。で、ただし、公務員試験の計算問題では、経常収支の変化は、貿易サービス収支の変化と同義で扱うのが一般的です。だから、今の我が国の現状を必ずしも反映してるわけではないよと、理論の世界ではね。よろしいですか。だから特に計算問題では、その、いわゆる経常収支に相当する部分って、モデル式どう見たって、これ輸出マイナス輸入の部分しかないよなと。うん。それしかなかったら、あ、この問題では経常収支っていうのは、貿易収支と同義で扱ってんだなというふうに、解釈をしておいてください。はい、ここまでいいですか。